国際連合安全保障理事会決議九百七十三は二千十一年三月十七日に国際連合の安全保障理事会において採択されたリビア情勢についての決議。国連安保理決議九百七十三はリビアにおける停戦の即時確立を要求し、文民を保護する責任を果たすために国際社会によるリビア上空の飛行禁止区域の設定と 外国軍の占領を除いたあらゆる措置を講じることを加盟国に容認した。2011年10月27日、国連アンポリ決議2016により10月31日をもって軍事介入が終了することが決議され、これに伴い一連の制裁措置も解除された。フランス、レバノン、イギリスによって共同提案され、10カ国の賛成により成立した。 反対票は投じられなかった。以下を決議する常任理事国である中国とロシアは飛行禁止空域設定の実効性と他の手段による解決がまだ望みがある段階での武力行使に対して慎重な姿勢を示していたが、イスラム協力機構と湾岸協力会議も飛行禁止空域設定に賛成し、アラブ連盟が飛行禁止空域設定の要請や、 空爆の容認を含む対リビア避難声明を採択するに至ったため危険に回った。アンポリメンバーのアフリカ諸国はリビア政府を非難しすべて賛成に回った。翌日、危険票を投じたドイツのアンゲラ・メルケル首相は、同国は軍事作戦には加わらないとしながらも、我々はこの決議の目的を深く共有している。我々が投じた危険票が中立を意味すると、 誤解されてはならないと述べた。ムアンマル・アルカズ・ザーフィー政権は2011年3月18日12時45分頃に国連アンポリ決議への対応として軍事活動の即時停止を開始したと発表したが、その後もベンガジやミスラタに対する攻撃を継続したため、3月19日に米英物を中心とする軍事介入が行われるに至った。ありがとうございます。